ノワールは逆に力が入りすぎですわよね。少しは肩の力を抜かないと。私たちはこうして立って動いてるだけで精一杯ですものね。そう聞くと、ネプテューヌがよっぽどダメな子みたいですわね。まあ、一応助けてもらった身ですし。もう、のんびり構えてる時間は ありませんわね。そんなに怒らないで。緊急事態だったのですもの。それは、私たちがいなかったから、かしらね。同感ですわ。効率が悪いのは、あまり好きではありませんし。悪の組織に卑怯呼ばわりされるのは侵害ですわ。非効率的ですわよね。 じっとしてても仕方ないですし、手探りでも独自に動いた方が。私ですわね。チコからもしもし一大事何があったのわかりましたわ。急いで向かいます。あなたたちはくれぐれも無理をしないように。そういうことらしいですわ。私はリーンボックスに戻りますけれど。 わかりますわ。それでは、力を貸していただけるかしら。私の国で、よくもこのような真似を。パラメータが違いすぎますもの。わざわざボス戦をする価値もありませんわ。また地下からどうしたのこちらはひとまず片付いたけれど。どういうことまさか、この町の破壊工作は。気にすることはないわ。 自分の国が破壊されていれば、誰だって助けを求めるわよ。あらあら。女神候補生たちは、すっかり、誰かさんのお人よしが、映ってしまったようですわね。ご自分の国のことはご自分で。と、言いたいところですけど、今回は、そうも言ってられませんわね。こちらにも、多少の被害は出るでしょうけど、確実で、効果的ですわね。 私たちにとっては、三年越しの決着ですわね。あら、三年前とは状況が違いますわよ。外の戦闘も終わりかけていますわ。あなたたちの野望も、これまでですわね。うん、もうそろそろ、動けそうな感じですわね。いつまでも周りを頼ってばかりでは、悪いですし。私もかっこいいところ。 明日は確か、新作 RPG の発売日。ああ。うん。うん。もう、一週間くらい、戦えないふりをしていても、大丈夫ですわよね。その間に、ささっとクリアしてしまえば。ああ、えー、っと、今の、聞いてました や、やだほんな冗談ですわよいくら私だって、この非常時にゲームを優先するだなんてうぅ、厳しい突っ込みですわね。と、ともかくこれからは、私の獅子粉陣の活躍をお見せしますから、どうぞご期待なさってください <laughs> でも、その通りですわね。いくら考えたところで。 やることは一つですし。ラスボス戦は一番の醍醐味ですものね。楽しみですわ。あらあら、随分と醜い神様もいたものね。私たちが倒したのは犯罪心の器だけ。あれを封じなければ真に勝ったことにはなりませんわ。最悪、そうなりますわね。私には、 後を任せられる妹もいませんし、それに眠ってた3年間でやりたいゲームも溜まってますしね。覚悟なさいこれで終わりですわこれは出て行きづらいですわね。本当はもう少し早く戻って来られるはずでしたのに。とはいえ、ここでぐずぐずしてても仕方ありませんわね。 遅くなるほど出て行きづらくなりますし。そうですわね。ノアル、そっちの足持ってくださいな。3、2、1、それ放り投げたのは失敗だったかもしれませんわね。お邪魔しますわ。ネプギア、今日も来てあげましたわよ。あら、せっかく私が遊びに来たのに、 仕事を優先させるんですのそれはもう、毎日だって会いたいんですもの。さあさあ、おしゃべりはこれくらいにして、今日もたくさん用意してきましたのよ。さあさあ、早くお召し物を脱いで。それとも、私が脱がしてあげましょうかそう。では、私の方も準備をしないと。ええ すべて、私に任せて。<laughs> とっても似合ってますわよ。はぁ、あ、こういう女の子らしい遊びもいいですわね。私、昔からテレビゲームばかりでしたから。こういうのは、モデルが良くないと楽しくありませんのよ。私も妹がいたら、こうやって遊べたのでしょうね。いっそ、 本当に妹にしてしまおうかしら。さあさあ、次はこっちの服ですわ。ほら、早く。私たちが倒したのは、ただの器に過ぎない。あれを倒さなければ、意味がありませんわ。まずいですわね。一度引いて、何か方策を探りましょう。そんなことを、正気とは思えませんわね。 情報が正しければ、この辺りにいるはずですけれど。ゲームもできなくなりますわ。そうなったら、一大事ですものね。そうさせてもらうつもりではあったけど。あら、じゃあお願いしようかしら。ふふ、それほどでもありませんわ。あなたを倒すために決まっていますわ。リーンボックスに。 手出しをさせるわけにはいきませんもの。残念でしたわね。あなたの望む決着にはなりませんでしたわ。嫌ですわ。あなたの国のゲーム機ってコントローラーを振ってばかりで腕が疲れるんですもの。パーティーゲームならリーンボックスのゲーム機専用のブリエパーティーですわ。このゲームは有名漫画家がキャラで指していて そうですわ。ネットワーク機能も先にサービスを開始したのはリーンボックスですし。私の国のゲーム機をディスりましたわね戦争ですわハード戦争ですわあれが新しい器ということなのかしら当然といえば当然ですわね。犯罪心の器は業界墓場そのものだったのですから。 あなたに託しますわ。リーンボックスのすべての人々の思い。まだですわ。油断しないで。後でたっぷり文句を聞いてもらいますわよ。今は喋っている時間も惜しいですし。はあ、全然片付きませんわね。さすがに三年も留守にしていると。あ、あら、ありがとう。 そこに置いてくださるうん。あの、地下そんなに見つめられると、仕事がしづらいのだけれど。そうしたいのは山々だけど、ほら、お仕事が。ねそれは、魅力的な提案ですけれど。一時間だけですわよ。 すっかり甘えん坊になってしまって。ま、仕方ありませんわね。長いこと一人にしてしまったし。それはそれとして、これでは仕事が片付きませんわね。はぁ、あ、私にも妹がいれば任せられるのに。ブランのとこの妹を、どちらか一人借りてこられないかしら。あら、負け惜しみかしら うん、引っかかりますわね。先ほどから意味深な発言ばかりなさいますけど。望みは薄そうですわね。どういうことですの犯罪心を倒せる力というのは少し惜しい気もしますけれど。あなたこそ考え直す気はないのどうしてもというなら、プラネティウヌとは、 敵対せざるを得ませんわ。犯罪心に復活させてもらったんですわね。あとは、あなただけですわ。リーンボックスも忘れてもらっては困りますわ。いえ、きっと誰かが、私の噂でもしてるんですわ。さ、それより作業に戻らなくては。何を言っているの 仕事もゲームも両方おろそかにはできないもの。なら、両方同時にするしかありませんわ。とはいえ、さすがに一週間の徹夜は体に応えますわね。どちらもおろそかにはできないと言ったでしょ寝たらその分仕事とゲームをする時間がなくなってしまうのよ。一体何なのかしらね。私たちを一緒に呼び出すなんて。 はぁ、あ、皆さんいい妹をお持ちで、羨ましいですわ。微笑ましい光景ですわね。そんなはしたない真似はいたしませんわ。それにしても、こういう席だと、妹がいないのが余計寂しく感じますわね。私のためにありがとうとても嬉しいですわ。お断りですわ。これは、 私のために作られたケーキ。他の方には食べる権利はございませんの。こんにちは。少しお時間よろしいかしら。ちょっと、ネプギアにお願いしたいことがありまして。ええ。実はね、私の代わりに、このイベントに出ていただけないかと思いまして。参加者には記念品として、限定アイテムの、 ダウンロードコードがもらえますの。ということで、よろしく頼みますわね。その点は問題ありませんわ。残念ながら。ね。私たちが囚われている間に、ゲーム業界青少年健全育成条例なるものが制定されてしまいましたから。露出の多いコスプレなんかも規制の対象になってしまいましたの。 まあ、そんな条例なんて、来年には女神権限で廃止に追い込んでみせますわ。それが、その日の午後は、女神同士の重要な会議が入っておりまして、それがなければ自分で参加するつもりでしたのに。ネプテューヌ少ーし二人きりで、ゆっくりとお話をしましょうか。では、ネプギア、そういうことですから、 頼みましたわね。衣装は私の方で用意しておきますから。では、ね、ネプテューヌ、あなたはこちらへ。うふふ、なんでしょうね。さこの部屋にお入りになって。皆さん、今日はよくお集まりくださいました。はいはい。おしゃべりしている時間はありませんわ。早速、衣装をお配りしますから。まず、 ネプギアには、こちらを。喜んでいただけたようで、何よりですわ。ユニは、こちらの衣装でお願いね。あなたのような小悪魔系は、それくらいがちょうどいいのよ。はい。お二人にはこちら。白い方がロムちゃんで、黒いのはラムちゃんね。さて、私はそろそろ、会議に行かなくては。それでは皆さん、頑張ってくださいね。 はいはい、お待ちになって。この時間なら、きっとアップされてるはず。あ、ありましたわ。いかがかしら。これなら、あなたたちも妹を貸し出した甲斐があるというものでしょ当然、できますわよ。<laughs> 私たち全員に収穫のあったイベントになりましたわね。早くも、来年が楽しみですわ。うん なんだか肩が凝りましたわね。適度にゲームをして休んではいるのだけど、もっと遊ぶ時間を増やした方がいいのかしら。嫌ですわ。ご覧なさい、この天井まで積まれた積み毛の山を。最低でも一山崩すまでは外には出ませんわ。大好きなもののために必死になるのは当然のことではなくて くどいですわ。あら、それは素敵な提案ね。それでは早速、水着に着替えようかしら。それとも、バスタオルの方が高い成績を出すと、HP が上がるのよね。それならぜひ、フィジカルオイルを使ってもらって。ノリが悪いですわね。三年前の地下なら、これくらいの冗談にはついてきてくれましたのに。そんな、 私の胸の命中率を上げようというのなんて恐ろしいこと。ええ、なるべく優しくお願いしますわね。ちか、始めませんのんまあいいですわ。では、お願いしますわ。ん、うあ、ん、あ、そこ。そう、そこ。 ですはあ<ス>はあチカ<ス>ってば意外とテクニシャンですのね<ス>あっんう<ス><ス>そそこくすぐっはダメ<ス>くすぐったい か、くすぐったいのは苦手だと言ったのに、やめてくれないなんて。そう、ね体が軽くなった気がしますわ。肩の凝りも取れましたし。あなたはいつも、私の役に立ってくれてますわ。ありがとう、ちか。私の国も、似たような状況ですわ。まったく。 あなたという人は、それこそ納得いきませんわそういう作戦でしたら、もともと一番人気のある私の PV を流すべきではなくてなっどういう意味ですのその特殊な層というのは、いつあなたが主人公になったんですの仮にそうだとしても、主人公が人気投票で敗れるなんて、今では日常茶飯事ですわ いいえ、私ですわ。総選挙で決めるといたしましょう。ふふふ。皆さん地道な努力をなさっているようですけど、時代は情報戦ですわ。支援サイトを作りまくって、ネット住民の票はすべて私がいただきますわ。ついに、この日が来ましたわね。待ちくたびれましたわ。 さあ、もったいぶらずに、早く結果発表を。知<か>正直に発表なさい。ズルやチートは嫌いですの。その理屈でいけば、妹のいない私が優勝ということになりますわね。ええ、それについては異論ありませんわ。ほう、はあ。当然、私に投票してくださいますわよね。 答えは分かりきってますけどね。ふ <laughs> 今の私たちから逃げられると思いねえ、チカ、ちょっと聞きたいことがあるんだけど、四女神オンライン2でレベルアップに必要な経験値が5倍になっているんだけど、これはバグかしら三次色に合わせたバランスに変わったのね。それなら私も、 早く三次職に転職させなくてはいけませんわね。もしかして仮場も変わっているのかしら <laughs> そうだったわね。それはどうかしらね。私、知っているのよ。あなたが N チャンネルの4女神オンライン2の本スレや攻略サイトを見ていること。インターネットの履歴に残っていましたもの。 私以外にこのパソコンを使うのは地下しかいないでしょ他人に知られたくないなら閲覧履歴はしっかりと消しておかないといけませんわよ。うふっ、ったら本当に可愛い子なんだから。はあ、今日はようやく教会でゆっくりできますわね。ふっ、寂しかった ごめんなさいね。あなたのこと、ほったらかしにしてしまって。さて、と、PC はちゃんと動くかしら。3年も電源を入れてないし、心配だわ。バージョンアップもしないと。仕事のことなら、ある程度は地下に任せられるけど、こっち方面はさっぱりですものね。さ、今日は一日がかりですわ。具合が悪いのなら、 横になっていた方がいいですわよ。あなたの死にそうな振りも3年ぶりね。懐かしいですわ。私が業界墓場へ行くときも、そうやって困らせて。ま、散々見せられたおかげで、今更騙されませんけど。そんな子供みたいな真似をしなくても、あなたの相手は PC の保守が終わってから、あ,あ その前に3年分のゲームソフトを買いに行かなくてはいけませんわね。買ったら当然遊ばないといけないし。はぁ、あ、いつになったらゆっくりできるかしら。話しかけないで今、ギルド戦の真っ最中なのログの一行も見逃せませんわそれなら、ネットで予約しましたわ。配達を受け取るために今日は出かけられませんの。 今日はサーバーメンテナンスよ。仕方ないから、おふげで時間を潰しますわ。せき止めでしたら、棚の二段目に入ってますわよ。ちかどうしたのしっかりなさい。もう、無茶な演技をするからですわ。過呼吸でも起こしたのかしら。とにかく、横になって。大丈夫もう。 あまり心配をかけないで。当然ですわ。どれだけあなたと一緒に過ごしてきたと思っているの。やれやれ。今日は一日中看病ですわね。ちゃんとおとなしく寝てるのよ。はいはい。すぐに何か作ってきてあげますわ。とんだ甘えんぼさんですわね。ちゃんとおとなしくしてたら。 あーん、してあげますわ。